デビューまで早かったジャニーズタレント個人的ランキングベスト3、ジャニーズウォッチャー大輝です。今回は入所からデビューまでが早かったジャニーズタレントを紹介していきたいと思います。ではいきます。第3位、セクシーゾーンマリウスヨウくん。マリウスくんは1年と15日でデビューしています。第2位、同じくセクシーゾーン松島聡くん。松島くんは7ヶ月と27日でデビューしています。そして第1位は V6 岡田純一くん。岡田くんはなんと3ヶ月でデビューしています。下積みが長すぎるのも苦労しますが、デビューが早すぎるのも苦労して大変だと思います。ここで番外編。ストーンズ、コーチ優吾くん。コーチくんはストーンズとしてデビューするまでは長かったものの、入所と同時にレギュラーでバラエティに出演し、中山優馬くんと共に中山優馬 withBI シャドウとして入所してからすぐに CD を出しています。この頃のコーチくん、むちゃくちゃ初々しいです。以上がデビューまで早かったジャニーズタレント個人的ランキングベスト3でした。動画がいいなと思ったらいいね、コメント、シェア、そしてフォローよろしくお願いいたします。